いとか悪いとかそれはさておき、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いしますさておくなって話ですよねそこめっちゃ大事ですよね。こんなこと言っちゃ、こんなこと言ってるとめっちゃ低評価つけられるんじゃないのどうも、今日はいい天気です。やべえな、今の始まりやべえな今日めっちゃいい天気なんで、まあ、順調に行ってくれたらいいなって感じですね。これでも本当にね、順調に行けばもしかしたら午前中に出れるかなみたいな、そんな雰囲気はちょっとありますんで、まあいい感じで今日流れてくれたらいいなと思いますね。今週の中ぐらいからかな、ちょっと天気が悪い日がずっと続くみたいなんで、もしかしたらそこ梅雨入りかもしれないですね。今年の梅雨はどうなんやろね、長いのかな。去年ってどんなやったっけ、梅雨入りしたなんて言ってから全然梅雨っぽくなくて、なんか知らん間に開けてたみたいな、そんな感じでしたっけ去年って。なんかそんなような変な感じじゃなかったですか。梅雨明けしてからなんかぐずついとったり、ぐずつく日が長かったりみたいな、そんな感じじゃなかったですか去年って。もうさっきからダダ髪ですけど、もうそのまま突っ走ってますけど突っ走るなって話ですかね。もうなんとなく押し切ってまえばなんとかなるかなみたいな感じで、もうそのまま突っ走ってますけど、まあいつもの感じなので大丈夫でしょう。どうですかね、今年の梅雨は本当。梅雨なんでこうしとしとずっと続くのは仕方ないと思うんですけど、あんまりね、まあ強烈な雨がね降るとか、ああいうのやめてほしいですよね。その災害級のなんか雨が降ったり、ああいうのはちょっとやめてほしいなと思いますけど、最近はちょっと多いんですよねそういうのが。なんでね、どうなるかなってとこですけど、塩梅をやってほしいですね何が塩梅をやってほしい、塩梅をやってほしいですわ本当。とりあえずそんな感じで、今から積み込みの方に向かうんですけど、まだなんていうんですか、前積み込みの時にもうすげえ雨打たれたね、バーッとすげえ吹き込んじゃって、なんかベッタベタで、一応何乾かしてはいたんですけど、やっぱ発泡と発泡の間とかにも水入っちゃってて、発泡こう動かしたらその間がまだ濡れてたり、ひえーって感じですね。今こうバラバラにして乾かしています。まあもうそんなやつはすぐにね乾いちゃうと思うんですけど、今日いい天気だし、どっちかというともう乾いてるぐらいかもわかんないですけど、本当天気いいとね、すぐですからね乾くの、意外とすぐ乾いちゃいますからね。冬のなんかね、雨降ってるとか雪降ってる時の乾かんこと中の乾かんこと、しまいには凍るもんね多分寒い時やったね。この
節はまだね乾くんでまだいいですけど、意外とこれ 木のとこにね、床木なんですけど、荷台の意外と染みても割と乾くには、まあ乾き出すとスッと乾くんですけどね。ああいうなんか水が溜まってるところとかね、シャシャシャって伸ばしていけばすぐに乾いちゃうんですけど、鉄板とかだと本当ゴムベラでピャーってやると速攻で乾いちゃうらしいですけどね。僕乗ったことがないので分かんないんですけど、昔会社に1台鉄板 あのトラックがあって、ちょうど雪降りの日に積み込み手伝いに行って、もうマジで突っこけるかと思いましたもんね。デーレツルツルで、足の裏に雪がついてて、鉄板の上乗ったらもう本当スケートやってるみたいで、まあ、スケートやったことないですけどちょっと適当すぎるなスケートやったことないですけど、なんかスケートやってる感じぐらいでめっちゃ滑って、まあ、今の話ぐらい滑ってますけどうるせえか、まあそんな感じでツルツルで、うわ鉄板やべえねーなんて話してたんですけど、雪とかはなんかすげえ滑って危ないんですけど、あれ濡れた時とかはもう乾かすには本当なんかゴムベラでピューって、ね、水引いちゃうともう速攻で乾いちゃうって言って、ね、そういういいとこはあるんやけど、まあ、やっぱいいとこと悪いとこねあるみたいで、ただあのツルツルな状態はマジでビビりましたね。こんな滑るのっていうぐらい滑ってましたもんね。まあ、滑ったのはいつもかね、滑っとんのはいつも、まあ、いつも滑ってますけど、まあそれがマサトラ日記ということで今日もやっていきましょうこれ本当大丈夫かってぐらい適当なこと言ってますけど大丈夫かこれねえ、すげえあのクレーンめっちゃ高いとこまで上がっとるな。あれってなんかこのやっぱ角度的なものがあるんですかね。なんであんな上まで伸ばしてあれするんですかね。あ、奥までやらないかってかな、多分あっちの上で先に伸ばしておくってことかな、多分そういうことですよね。違うか全部あえて伸ばして使うものなのかな、そもそもクレーンとかって途中で止めてなんか中途半端な長さで使うものではないのかな、どうなんですかね、よくわかんないですけど、あえて伸ばしきってこう動かして使うものなのかなクレーンって。なんか今のなんかね、下の方の現場で釣ってやるにはあんなに伸ばさんでもなんかいける感じがしたんですけど、あれ伸ばさんのはダメなものなのかな、やっぱりね、謎ですね。ああやってやっぱ分からん仕事は謎ですね誰もそんなこと思わんかなんかああいうの気になりますよね。 なんであんなに伸ばしてるんやろみたいなね。まあ伸ばす必要があるで伸ばしてるのかそういうことっすね。おお、スープラ、スープラですよ。これいくらぐらいするのね、スープラ、あの今のあのスープラ、ちょっとかっこいいよね、かっこいいよね、スープラ高いのかな、これ高いよね、そら。おお、かっこいいな、いいな、スープラ。ああいうの乗りたいな。大きい車が必要なくなったらちょっとああいう車欲しいですよね。やっぱ
ってみたいな、ああいうのじゃ。翔平みたいな感じで生まれていいななんつって言ってたんで、そこ激戦区やろって言ってで、そこに生まれたい人めちゃくちゃおるんでちょっと激戦区やろって言って、混みすぎとると思うよって言ってよっぽど今ね、今生きとるうちによっぽどいいことしんと、そら無理やるねなんて話をしててめっちゃ面白かったですね。どう考えてもそこ混むやろって話ですもんね。みんななりてえと思ってますよね、多分。ねえ、大谷翔平、あの人は本当なんかすごいですもんね。人間的にもすごいし、なんかね、スポーツやってか野球やらしてもすごいし、本当すごい人ですね。それは生まれ変わるならそうなってみたいものですよね。僕みたいに適当な人間は なれんすね、多分こんな適当なこと言ってるやつに なれるわけないですよね。まあそんな話はいいかとりあえず積み込みの方向かってって、まあ今日も安全に終わらせたいですね。クオンですね。テールがなんかボルボとかと一緒の形なんですけど、なんか小さいのがついてるんですよね。ボルボとかよりもね、ボルボなんかもうちょっと大きいやつついてる感じがするんですけど、なんか小さいですよね、ちょっとね。あれ大きいやつつけてくれたらいいね、ボルボと一緒の。かっこよくないですか高くなるのかな。でもなんかね、どうせなら大きいやつけてボルボと一緒のなんかあのテールの方がかっこいい気がするんですけど、あんまりあれかじゃんじゃんああいうのつけとるとすげえタコになるもんね。あれだからやっぱちょっと値段を抑えるためにもそういうやつをつけていくのかな。そんなもう元が何千ね、1000万とか超えてくるような車なんやで、そんなちょっとぐらいもう変わらんやろと思う違うか、そんな10万20万変わってくんね、ちょっと高くなっても変わらんやろみたいな変わるかめっちゃ変わるか。とりあえず走っていきたいと思います。
はい、とりあえず午前中にね積み上がって出れましたね。最高ですね。今日はいい感じで流れておりますね。でまたどっかで、まあ、とりあえずこの街の中は泊まる場所ないので、ちょっと山の方行ってご飯食べて、でまた走って休憩しながらのまた向かっていきたいと思いますね、静岡の方へ。とりあえずそんな感じで今日はかなり順調に進んでますね。うわーい、あまり信号は順調じゃなかったですね今。あ、これいつも通りか。信号が引っかかるのはいつも通りか。しかし外でね動くと暑いっすわ。もうだいぶ暑いっすね。汗が垂れてくるぐらい暑い。修理をしてもらったんですけど、まあ、修理すると、まあ、どんな風になるのかよくわかんないですけど、僕もガラスの修理ってあれって綺麗に埋まるのかな。なんかあんまり綺麗に埋まってない気がするんですけど、なんか普通にこうやって手でやると引っかかるぐらい、なんか引っかかるというか埋まってない気がするんですけど、あれってあんなもんなんですかね。なんですかね、これ逆に小さすぎてできんとかそういうことあるのかな。もしかしてこれ小さすぎてできんかったんかな。そのガラスが欠けたやつが小さすぎてこれはできんってやつやったんかな。なんか一応なんかやった雰囲気がこれやったのかなみたいな、なんか見た感じはあるんですけど、こうやってなんか吹いて見た感じはあるんですけど、こうやって触ると普通にえぐれてるんですけど、やっぱこれなんか小さすぎてできなんだろうかな。どうなんですかね、これでやってあるのかな、ほんでいいのかな、中にこう入り込んでればいいのかな、わかんないけど、なんか勝手なイメージでなんかこう修理すると表面もツルツルになるイメージでいたんですけど、そういうことではないですからね。よくわかんないけど、ガラスの修理なんてどうやろう、もう全然昔になんか一回頼んだ覚えがある気がするんですけど、あまりまあ飛び石で割れたりすることがなかったので、ただ昔あの伝説の4トンはあの下の方がビリビリって割れてたんですよ。あ、割れてるなみたいな感じだったんですけど、冬場にヒーター入れたらパーッって割れましたもん。上までパカーン割れましたもん。おお割れたみたいな。霜取りしようと思ってバーッと当てたらカバカバーッと割れてました。ビビりましたね。おいつの間にここに割れとるみたいな。まあ速攻で変えてもらいましたけど、ガラス。あの時はでもあ
の社外品のガラスを入れてもらったのかな、確か。社外品結構安かったので、純正は高かったんで社外品を入れてもらったんですかね。もうね、その頃もうトラックが古かったんで、まあそういいやつ入れてもあれだろうっていうので、確か社外品入れたんかな。なんかそんな覚えがあるんですけど、もうなぜ古い話なんでもう覚えてないですね。電気屋さんの人が中バラしたら、なんかサビサビで、もう、まあ、どう考えてもこれは水が入ってるやろってぐらいなサビサビで、もうなんかあれも電気屋さんも、あ、これは多分これからいっぱい修理入りそうな部品やなーなんつって話してましたけど、すごい錆びてましたね。こら動かんくなるわみたいな。もう開けたら錆がバババッと落ちてくるぐらい、なんかサービス錆でしたもんね。なんか何ですか、中のコイルみたいなの。今はね、なんかこう変わって太陽菌とかそういうのに変わってるのかわかんないんですけど。まだこの型になってすぐぐらいの4トンだったんで、多分ね、そういうのが不具合が多ければ多分ね、耐用品とかああいうのね変わってると思いますけど、すげえ錆でしたもんね。ほんと夏場にエアコン効かなくなるのは泣きますからね。うるせえか。